スのゲーゲーチャンネル。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアクリア。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。やっほー、いけた、サプライズ。うまくいきました。シープリーズベストだね、はい、私たち腕上げたね、上げたね、上げた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 、はい、お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。クリちゃん、いつもありがとう。ありがとうございます。はい、お願いしてください。ちょっと気分を上げて、おデートの時とかに仕事を忘れてちょっとお友達とご飯行ったりとか、その時に使ってほしい、ちょっとおしゃれの時になんかを。あ、かわいい、かわいい、ナチュラリー、かわいい、かわいい、ここゾウさんのモチーフなの。かわいい、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 遊びモードでしょ。これバッグ一つで全然違います。よかった、ありがとうございます。私は逆に、はい、逆に今家で、ほらお仕事も在宅ワークも多いので、家でのんびり過ごせる楽ちん、おールームウェア。そう、だって家でね、いつも編集してるんだから。そうだよ、家で編集してるんだ。
だったの、うん、もう知らない人はもう一度 YouTube を見返してみてください見返してくださいというレーナタイプレーナタイプどこでもどこだありがとうございますで、クルちゃんなんか黒のイメージがあるからそうなんかちょっと使いやすく色にしたいなと思って色にね、りんちゃんとそうバッグはね、かぶってしまったんですよ、ね、あ、で、あ、でも可愛いよカジュアル仕事とかでも可愛い可愛いで、ここにちゃんとエコバッグもついてるあ、すごいさすがでさすがエコバッグのものがレイン何かとあ、すごい使えるから、普段使いに使ってくださいありがとうございますなりますようにありがとうございます今週頑張ります、はい、ありがとうございますだんだんこなれてきたなこなれてきたなよかったバレなくて全然気づかなかったねよかったよかった言う言う言う芝居まで上手くなってきたよ